おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おはようございます。一回ちょっとで。はい。オラ、コメスタス。何してたかな。そうですね。何回か聞いて、いいですよ。コメスタス。うん、そう、発音とかちょっと最初に何回か聞いて。どうぞ。Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches.Buenos días, buenas tardes, buenas noches. そうそうそう、そういう感じ。うん。Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. はい、お願いします。じゃあ、検討して。はい、じゃあ、小沢さん、CM 撮影以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。バッチリ、いいですね。かわいい。うん、いい。こんな汚くないよ。いつもは綺麗にしてます。そうだよね。バッチリみたいなイメージ。あー、いいね。よっ、せーの、ウィン。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。材料はこれだけ。ポイントはアキビュー。出来上がりをお見せしましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、カット。はい、カット。おー、素晴らしい。はい、どうぞ。おお。あ、すいません。ちょっとかな。天候送ります。はい、はい、じゃあスタンバイしていきます。スタンバイ、本番。はい、よー、スタート。おお、ちゃんとしてる。シュール。いいですね。うん、楽しくって、なんかその今回のその CM の内容もそのリモートっていうのを使ってて、で私たちもあの実際にリモートであの取材をしてくれたりとか、そういうこともよくあったので、すごい共感するなって思うところが多々ありました。ちゃんと綺麗にはしてます。でもあのそのリモートの時って上しか映らないので、上はなんだ、こういうブラウスとか着てても、下はちょっとジャージっていう日とかもありました。そうですね、やっぱりそのファンの皆さんと交流する機会がやっぱ少なくなってしまったことが、私たちアイドルにとっては一番結構大きなことで、まあ、ライブを開催するにも会場でそのお客さんを呼べなかったりとか、私たちとしては握手会というものがあるんですけど、その握手会があの開催できなかったりとかして、でもその代わりにオンラインであのトーク会みたいなのをその握手会の代わりにその最近するようになってまして、最近はやっと交流できるところが増えてきてて、私たちもすごく嬉しいなっていう思いです。生活で、でも普段からあんまり外出することが少なくって、家で過ごすことが普段から多かったんですけど、より家から出なくなって、あの自炊を始めました。はい、この機会にいろいろ、まあ一人暮らしですし、あのお母さんから教えてもらった料理とか自分で調べた料理とかを作ってみようと思って、いろいろ今挑戦してます。私が一番作って好きだなって思ったのがほうれん草の白和え。あの豆腐を崩して白だしとかって味付けをするんですけど、ちょっと甘めの副菜みたいな感じのもので、和食好きにはもうたまらないくらい大好きなので、作ってみようって思って作ったらすごく美味しくできました。ちゃんとしてる感を出すとき、でもこれは私に限らず、メンバー内というか
グループ内でのことなんですけど、こういうインタビューとかだったりライブでの MC だったりとかでもマイクは常に胸の上っていうのを決めてて、いつでもこうガヤを入れたりとかコメントがすぐできるようにっていうので、全員がこう胸にこうマイクを持つっていうのは意識するように全員してます。皆さんこんにちは、日向坂46の小坂奈央です。アキビューの新 CM が出来上がりました。ニューノーマルうまいことやろうってめっちゃ素敵なことやと思います。詳しくは CM をご覧ください。どうぞ。今日調査するのは彼女です。ウェナスティアス、オンラインで勉強中かな。おーイケメン先生目線で見ると、ニューノーマルうまいことやろうワンデーアキビューでやりますね。今日はリモートでのちゃんと感の作り方です。材料はまあまあの背景、そこそこのトップス、ワンデーアキビュー、これだけ。ポイントはアキビュー、出来上がりをお見せしましょう。ニューノーマルうまいことやろうワンデーアキビューでお試しください。